まだまだミステリートだぜ。オワコンだと気づく時がある。何か人と違ったことをやらがしたくて、裏金作り探して俺やってきた。本気で騙せるやつがそばにいるから、本気で語る金もあるはずさ。目をつぶればいつもそこに金がある。ヤギにはかけがえのない生かさないマネ。すべては俺のやり方の正解。邪魔するアンチは消してしまえ。大人のおもちゃはベッドに転がってる。明日へ向かって。きっとこのまま逃げ続けて行けばいい。ヤギのガシ、実は先日亡くなりました。なので、あそこに花束があるように、まあ、毎日ね、ロードワークしながらこう慣れ慣れしてたんですけど、悲しいですね、なんかね。最後の動画がありか、まあリンク貼っときますけど、まあそういうことで、ヤギのガーシーにね、もう二度と会うことがないのかなと、ちょっと残念ですけどね。まあでも、ヤギガーシー、桜見れたかな。まあ桜この辺咲くからさ、まあ、ほんとヤギガーシーには何度もね出演してもらい、ほんと、まあ、天国で見てくれてっから、ほんとありがとうございました。ヤギガーシーありがとうね。めっちゃ今日天気いいっす。そして暑いっす。ヤギガーシーありがとうね。まだね、おやすみ。